おばんです。学校です。今宵はこちらピクセルズという NFT ゲームやっていきたいと思います。現在テストバージョン中でございまして、その中でもこのポイントランクといってランキング上位2万名にはトークンがエアドロップされるイベントが開催されております。どんなゲームかと言いますと、これ農場系なんですかね。きっと農家って書いてあります。ホワイトペーパーにも農場とかって書いてました。そしてここ今すぐプレイして10月の完全リリースまで引き継がれる報酬を獲得しましょう。どうやらこのテストバージョンっていうのは10月末までらしいので、残り少ない期間ではございますが、2万位目指してトークンゲットしていきたいと思います。お、デザイン・ユア・アバター、自分のキャラクターを設定することできるんですね。はい、キャラクターはこんな感じにしました。麦わら帽子をかぶって、お目目はクリクリ、あのドラえもんのね、温かい目みたいな感じの目してますね。アウターは青色、ドラえもんにちなんだ青色のジャケットをかぶりながらも、名前はガッコということでやっていきたいと思います。始まりました。ガッコが、なんだろう、これ宇宙空間の中に島があって、私とこのバーニーさんの2人で生活をしていると。どうやって動かすんだろう。あ、WASD で動くね。バーニーさんのとこに、あ、これで話しかけることができます。私の名前はバーニーだ、これは君の農場だと。あ、種をまけってことかな、グランドに。あ、なるほどね。はい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 。クリックで土に向かって種をまくんだ。なんだろう、これ、この汚いじょうろで水をあげるんだ、今度は。なんだろう、これ、肥料かな。なんか土にぶっかけたらもう実ができてるんですけど、これどういうことですか。あ、このハサミで収穫していくわけね。ゲットできました。種が12個とこのポップベリーっていうのが収穫できました。あなたがここでエナジードリンクを飲めばもっと覚醒した人間になるであろう。これか、エナジードリンク。え、エナジードリンク飲んだら地球に来てしまったよ。なんかいろんな人がたくさんいますけれども、どこ行けばいいんだ。このシティホール、市役所にまず行けばいいのか。住民票を移動させに来たんですけれども、特にこいつらは話しかけることもできません。ああ、メッセージ機能もあると。で、こっちの右の、ああ、こっちはインベントリーか。バッグを一覧で見ることができます。あれ、家のマークを押したらどこにこれ飛ばされんの。ああ、またここに戻ってくんのか。ああ、でマップの全体像をこれで見ることもできます。今ここが真ん中で、どうしていけばいいんだろうね。ああ、右上にこうやってクエストって出るんだ。なるほどね。このポップベリーっていうのと、このクッキングミックスを作って、ポブベリーパイっていうのを作んないといけないんだ。じゃあ問題は、そのポブベリーパイどこで作ってやればいいんだ。ポブベリーに当ててもダメか。なんか調理する場所がどっかにあるんだよな、きっと。なんだこれ。なんかブラックホールが目の前にあるんですけれども、何をしてんすか、このダンフンさん。Who are you? Sorry, I can't. My glass, my メガネ。メガネが見つからないということか。どうしたらいいんだろう。なんかそのエリカってやつを見つけて、メガネを持ってこえばいいのか。あー、なんか一個ミッション増えてね、これ。ダンフンさんの失ったメガネを見つけて戻してやる。返してやんないといけねえんだ。こんなかか、じゃあ。なんだこの迷路みてえになってるやつは。オールドマングロゴリー。私はそのメガネについてなんか知らないよとは。まあ、とりあえずそのさっき名前に出てた沢尻エリカを探しに行くか。沢尻エリカといえばね、1リットルの涙で私は知りましたけれども、あっこからね、あの粉雪流行りましたね。これ完全に行き止まりだよな。ダメだ、行き止まり。え、積んでね、これどこだ。これわけわかんねえんだけど、この迷路。
うわぁ、行き止まりだよ。お、なんだこれ、新しいブラックホール来たぜ、これ。これでどこ行くの？その沢尻エリカのとこまで飛んでいくのか。うわ、これまた新しい迷路じゃねえ。うおぉ、頑張ってきます。やっと見つけたぞ、エリカ。嬉しい、エリカ。ダフンを知ってるの？返してあげてほしい。よし、メガネゲットした。こんなとこにダッフンがいました。なので先ほどゲットしたメガネを返す前に、私の現在のポイントというのは1500ポイント、そしてランキングは73000位ということで、このメガネを返すこと、このクエストをすることによって、どのぐらいそのポイントが入りランキングが上がるのか、まあポイントどのぐらい上がるのか純粋に気になりますよね。見ていきたいと思います。ダフ君さん、メガネを返してあります。マイグラス、私のメガネ。もうダフ君さん、目ないよ。まあね、メガネっていうか視力が弱い人によっては強制視力がないと本当に厳しい世の中でございますから、メガネがないのはきつい。その気持ち私もわかります。もうメガネなくなりましたね。メガネを見つけるクエストに関してはクリアできました。それではポイントの方はどうなってるんでしょうかね。見ていきましょう。あれ？変わってねえな。何なんだ。はい、少し時間を置いたらですね、ポイントの方が反映されておりました。500ポイント増えましたね。ね、よく見てみると、このバッジというのがありまして、このファーマーポイントでこれ1000であったり、このバーニーさんで500。で、このマーゼランナーっていうのでプラス500。で、これがそれぞれクエストになっていて、クエストをコンプリートすることによって、ポイントがそれぞれもらえる。だからまだまだこれからね、いろんなクエストがあるってことですね。なので、それぞれのクエストをクリアして、このポイントを高めて、ランキング2万以内に入れば、エアドロップとしてトークンがもらえると。今私が持っているこのクエスト、パンケーキを作るんじゃなくて、ポップベリーパイを作るっていうクエストも行うことによって、さらにね、上位のランキングに食い込めることになることでしょう。このゲーム、やってみた感想としては、本当なんかやり込み要素が多いですね。なんか昔のゲームみたいな。とりあえず、トライ&エラー、手当たり次第、手探り次第、手当たり次第、いろんな人に声かけまくって、まあ、ミッションをもらって、なんかやっていくみたいな、なんかそんな感じですね。一昔前のゲームをやってるような気分になりました。楽しいっちゃ楽しいですね。ただ時間は結構食われる。なので隙間時間でやろうっていうのには向かないかもしれませんね。まあ休日とか使ってね、少し時間、まとまった時間を使ってやって、まあトークンをもらえるみたいな感じだったらいいんじゃないでしょうか。1時間ちょっとやったぐらいで7万3000位。まあどのぐらいがボーダーなんですかね、この2万位のボーダー。私も時間があるときはこのゲームプレイしてやっていきたいと思います。もし皆さんもね、気になる方いらっしゃったら無料でプレイすることができますので、やってみてはいかがでしょうか。ただし NFT に投資をする際は事前にホワイトペーパー、ホームページをよく読んでから自己責任で投資をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。せばまた。